こんばんは、アンソニーのほろ酔い雑談へようこそ。今夜は祝杯です。祝杯なんですよ。いろんな意味でめでたいんです。今夜は宮城郷をロックでいただきたいと思います。香りが立ちますね。タイトルにもありますけれども、ユニバーサルミュージックジャパンというメジャーレーベルがあります。ご存知の通り、もうたくさんの有名アーティストを抱えていて、当然 YouTube にも公式チャンネルを持っていて、いろんなミュージックビデオなんかがアップされています。最近アップされているもので言うと、中森明菜さんとか徳永英明さんとかクリス・ハートさんとか、もうほんとね、こう超有名どころの動画がずらーっと並んでるんですよ。で、なんとそのチャンネルに、チャンネル登録者数約78万人のユニバーサルミュージックジャパンの公式チャンネルに、私が作った動画がアップされました。イエーイ。いやー、嬉しいんですけれども、恐れ多いというか、なんというか、ほんまにええんですかみたいな感じっていうのが正直なところなんですけれども、まあちょっとね、説明させてください。話が長くなると思いますが、よかったらお付き合いください。2002年にメジャーデビューした高宮真希というシンガーソングライターがいます。彼女と出会った経緯については以前に動画を上げているので、よかったらご覧ください。簡単に言うと、小さい頃のクラスメートです。で、まあライブに行ったり、まあライブの撮影なんかもさせてもらったりしてたんですけれども、で、その高宮真希さんがこの度、ベストアルバムを出すことになりました。はい、Amazon から届きました。2015年1月28日リリースのタイトルが、ゴールデンベスト高宮真希伊藤優の女というものです。このゴールデンベストっていうのは、レーベル各社共通で使ってるベスト版の名称らしいです。で、何でも、これ一度出すと半永久的に廃盤にならないそうです。非常に価値があるというか、こう名誉のあるベスト版なんですね。で、おそらくはやはりそれなりに売れた人でないと出せないと思うんですよ、ゴールデンベストっていうのは。ところが高宮真希さんっていうのは、まあ、大変失礼なんですけれども、まあ、そんなに言うほど大きく売れたっていうわけではないと思うんです、セールス的には。まあ、好きな人にはたまらなく好きになる中毒性があるんですけれども、まあ、一般的な知名度という意味ではまだまだだと思います。まあ、何が言いたいかっていうと、すいません、これ本当勝手な想像なんですけれども、彼女のこれまでの実績からすると、このゴールデンベストという名称でベスト版を出せるっていうことは、おそらくもう異例中の異例なことだと思います。つまり、彼女の音楽性を高く評価してくれる人間がユニバーサルの中にいたということなんですね。そして、マキさんとレーベル、そして、まあ、レーベルの担当者とマキさんが、こう非常にこう良好な関係を作ってきたんだろうなということが、まあ、想像できます。で、このジャケットね、この辺に大きくアップで写しておきますけれども、めちゃめちゃいいと思いませんか？僕はこれ初めて見た時はもう少なからず感動しました。高宮真希の音楽をよく知ってる人はおそらく同じように感じたと思うんですけれども、本当に彼女の世界観をよく表してるんです、見事なまでに。で、ほんでまたね、ここの特に伊藤優の女のところなんですけれども、フォントがね、すんごいいいんですよ。これね、フォントってやっぱりデザインにおいてはすごい重要なものなんだなと改めて思いました。これはね、マキさんが友人のデザイナーであるリサさんという方にお願いして作ってもらったそうです。これはね、本当に傑作だと思います。本題に戻りますけれども、
アルバムを出すからにはやっぱりこうたくさんの人にこう知ってもらう、聞いてもらうためのきっかけが必要だと思うんですね。でそういう意味では YouTube っていうのはすごい重要な意味を持ってると思うんですけれども、ユニバーサルさんもいろいろプロモーションね、やっぱりやってくれるんですけれども、今回はその YouTube 用の動画を作るっていうところまでは手が回らなかったそうでして、で今回マキさんの方から私の方にこうアンソニーなんか動画とか作ったりできるみたいな感じで、相談を受けまして、声をかけてくれたんですね。いや嬉しいじゃないですか。音楽好きで YouTube をやってる私のような人間にとってはね、もうこれほど光栄なことはないですよ。でいろいろこう打ち合わせをして、で、 できればライブ映像なんかも織り交ぜながらかっこいい映像が作れたらななんて思ってたんですけれども、そもそもそんなにね、編集の技術もないし、リリース日まであまり時間がなかったということもありまして、今回は本当にシンプル路線で行こうということにしました。こう背伸びせずにできる範囲でやって、こうリリース日までに間に合わせるということを最優先しようというふうに決めました。で作ったのが本当にシンプルな全曲視聴動画です。でこの動画のための撮影とかは一切してなくって、本当にこう素材をもらってパソコン上で編集しただけです。ですからね、私も今まではそういう動画をね YouTube とかでずっとこう見る側の人間だったわけですよ、当然。だから今回出来上がった動画を以前の私が見ていたら、もしくは皆さんが今からご覧になったら、正直何とも思わないと思います。動画としてね、そこで流れてる音楽は別ですよ。動画編集のこう技術とかクオリティっていう意味では本当にもう撮るに足らない、どこにでもあるような、動画だと思います。ただいざ作る立場になるとですね、もうこのレベルの動画でも本当に本当に大変でした。しんどいっていう意味ではなくて、やっててねキリがないんですよ。自分自身が高宮真希のファンなので、どうしても思いが強くなっちゃうんですね。仮に私が動画のプロ でそして高宮真希のことを知らなければ、きっとこうプロデューサーとかディレクターみたいな人が他にいて、その人らの指示通りに動画編集をして、で、はい納品みたいな感じでできると思うんですけれども、やっぱりね、ファン目線で考えるとどうしてもこうどういう風に編集したら高宮真希の魅力を、自分が考える高宮真希の魅力をこう最大限に伝えることができるだろうっていう風に思ってしまうんですよ。全曲視聴動画っていうことは要はハイライトなわけですから、音源に関してはやっぱりサビの部分を使うことが多くなるんですね。でも1番のサビを使うのか2番のサビを使うのか、もしくはサビのどれぐらい前から使うのかとかね、逆にサビばっかり使っててもやっぱりちょっと面白みがないので、サビ以外で彼女の魅力が出てる部分がいろいろあるので、それのうちのどこを使うかとか、それとバックの演奏もいいんでね、きっと音楽好きな人であればここの部分に食いつくんじゃないかなみたいなところがあったりして、そういうところも採用したりしました。あと曲と曲の間のこのつなぎの部分なんですけれども、これをね可能な限りやっぱり自然にしたかったんですよ。でそれをするためにやっぱり編集しながらもうコンマ数秒単位でもう何回も何回も微調整を繰り返しながらやったりしてましたね。僕は全くのアマチュアですけれども、普通の人に比べたらこう割とたくさんライブを見てきたりいろんな音楽を聴いてきた方だと思うんです。で動画の編集も普段からこう細かいところを丁寧にするように心がけてきたので、そういう自分の経験をね生かすことができるはずだと思うわけですよ。むしろここで生かさなきゃどこで生かすんだみたいな感じで、もちろん最終的には中身をチェックしてもらってゴーサインを出すのは高宮真希さんなんですけれども、ある程度任せてくれたところもあったので、本当にこう楽しくてやっててね、やりがいのある動画作りでした。
ちなみにこのデザインは私が作ったわけではありません。私はね、さすがにこんな立派なデザインはできないんで、ジャケットを作られた、このね、ジャケットを作られたデザイナーさんが、動画用にアレンジしてくれて、デザインしてくれました。まあ、私も多少はアイデアを出したりとかしましたけれども、私自身がフォトショップを全く使うことができないので、こんなパターンも作ってあんなパターンも作ってみたいな感じで結構無理を言ったんですけれども、的確に対応してくれて、バッチリできました。でね、動画を作り始める頃から分かってたんですけれども、まあ、動画が出来上がったらユニバーサルの公式チャンネルにアップするというふうに決まったんですよ。で、最初その話を聞いた時には、と思って、いや、僕素人なんですけどいいんですかみたいな感じで、まあね、どこの馬の骨ともわからない、こう、アマチュアが作る動画を公式チャンネルにアップしていいんですかっていう感じだったんですけれども、まあ、そうは言ってもやっぱり著作権の問題がありますから、アーティストの許可はもらっているとはいえですね、著作権というのはアーティストだけのものっていうわけでもないですから、やっぱり許可をもらっているとはいえ自分のチャンネルにアップするわけにはいかなかったんですね、やっぱりね、まあね、すいません、多分この動画のタイトルではさも自分がすごいことを成し遂げたかのようになってるかもしれませんけれども、もう何のことはない、マキさんがそれだけレーベルに信頼されていた、だから実現したっていうことなんですね。まあ、でも自分の力でできたことではないにしても、そのユニバーサルの公式チャンネルにアップされたという事実はね、やっぱり事実として自分の、まあ、実績としてね、自信を持っていいんじゃないかなと思います。最後になりますが、ゴールデンベスト高宮真希伊藤優の女です。1月28日オンセールということだったんですが、私はね、Amazon で予約していたので発売日の前日に届いたんですけれども、27日の深夜には、在庫切れになってました。おそらくまあ一時的に注文が殺到してそうなったと思うんですけれども、時期ね、在庫も補充されると思いますので、下にリンク貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。っていうかね、まあ、本当に予約して買ってください、お願いします。これね、ベスト版なんですけれども、もう本当に全く新しい、一つのこうオリジナルフルアルバムとして楽しめると思います。本当に完成度が高いです。あとですね、高宮真希さんはこの後ニューアルバムの制作も、控えているそうです。で、ライブもちょこちょこやってるんで、彼女のブログを見てもらったらライブのスケジュールもわかりますから、ぜひそちらもチェックしてください。で、この間もね、私東京に行って、ライブの撮影もさせてもらいました。それも、今編集してるんですけれども、タイミングが来ればまた皆さんに見てもらえると思うので、楽しみにしていてください。ということで、最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。それでは、おやすみなさい。つけて